らないで、子猫ちゃん。窮鼠猫を噛むって言うでしょ。どうしたにゃ。猫、僕が今から言う文章を復唱しろ。斜め77度の並びで、なくなくいななくならはんならだい、なんなく並べて長々め。にゃにゃめ77度の並びで、にゃくにゃくいにゃなくにゃなはんならだい、にゃんにゃく並べてにゃがにゃがめ。好奇心のなせる技、自由にも程があります。このウサ耳って本物なのか。じゃあ私も。ちょっとまあ、黒ウサギのウサ耳はうっさいな。親が勝手に買ってきたんだよ。私の趣味じゃないからな。なんで私だけこんな。それも親がどっかからもらってきたやつだ。私が4年生の時のやつ。4年生。熊だなあ。冬眠前の熊さんはお腹いっぱいにしておかないとダメなんです。ごめんなさい。だからあなたを食べちゃいます。ガオー。ダメですよ、今頃死んだふりしても。この足はなんというか、その生めかしいと思う。変態。まあ、クモの足に浴場するとかど変態ね。キモい。何、そんなに溜まってるの。ひょっとして DT？ 皆様お待たせしました。ご機嫌うるわしゅう、私がいいですことよ。意外と知っている顔が多いですわね、鳥に。そして猿。まあ、あの不愉快な女が来ないわけないですわよね。バカ。はい。私、走るの大好きだから。ツインクルシリーズ、ついに本物が見られるんだ。長住さん、目の前で困ってる人を見捨てた言うたら、そら瀬戸内人形のなおれじゃき。人形と書いて人魚と読むき。体操なんかいいですね。はい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 。あら転んじゃいました。起き上がってください。そうでしょうよ。だって何よ、あのマジカルゴリラしとけちゃんって。マジカルゴリラって何、可愛さのかけらもないじゃん。この子なんだかいいぞ。うちの直感にピコーっときた。うちはこの子に会いに行く。せっかくじゃからミルヒ姉たちの戦にも乱入じゃ。はあ、ええー聞いてねえ。感動で声も出ないようではないか。よくもうちの店の壁ぶち壊してくれたな。あの子はいたやあの海越えて頭の明かりは愛の証。燃やして焦がしてゆらゆら燃やして焦がしてゆらゆら落ちきてあんあん逃げないであんあん波に揺られてあんあんあん。では違う、子供の遊び道具。おお面白い。そう楽しいですね。そりゃよかった。何よあんたたち、こんなんじゃ全然足んないわよ。もっと吸ってらっしゃい。カエルの割になかなかどうしておっぱいがキロロ。ありがとうアスイさん。つゆちゃんと呼んで。ランサーを与えてみましょう。ってなんだここ。えちょっと何やめろってな。これが野生なんですね。焼肉定食です。いえ。ほれほれ。お預けだぞ。はいはい。ほれよし食え。犬千代が釣れた。何遊んでいやがるです。彼のお味噌はもう役目を忘れやがったです。まあ焦るなって。本当にすみません。お前ロロニアか。あ、アド君久しぶり。やっぱり選ばれてたんだね。久しぶりには久しぶりだが。誰よこの女。えお手とか。はい。何握って。すみません、つい。ついってなんだ。僕の名前は荒木だ。失礼、噛みました。違う、わざとだ。噛みました。ほん。甘噛み。よし。手を出したら許さないからね。うん、パーティー手なんてないもん。そういうことじゃなくて、私とダーリンの何か体が持つのだろうか。わっちは堅牢ほろ、誇り高き狼じゃ。にしても、少し狭いの。お前な。ま、寒さをしのぶにはちょうどよから。